あ、そうだ。で、このレビーは、あれね、はい、VTuber 見るし、で、もともと、そのイラストもすごい好きだから、キャラクターを描いちゃって、今動かすっていうのをやってるんだよね。はい、そうです。今多分ちょっと動画に出てるか、ちょっと怪しいんですけど、使えたら使いますけど、このレビーはどこをやってんの？キャラを描いて、あとどこをいじる？キャラを描いて、うん、カメラの中の自分と、うん、キャラクターとかを連携させて動かすんですけど、うん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 、でカメラの目が右側に行くと、キャラの目が右側に動くっていう設定をしてるって感じです。右を向いた時っていうコマンドじゃないですけど、うん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 、この位置にこの絵を動かすって言って、あって、で、今度は左に、うん、上に下に、っていう項目があるんですよ。そこに合わせて、絵を一枚一枚、こう、いつ終わるんやろうって思いながら動かしてます。その、今、普通に多分動いてると思うんだけど、これを動かすのにどれぐらいの時間がかかるの？で僕は結構遅い方なんで、10時間以上はかかってるんかなと。へえ、でも10時間ぐらいでできちゃうんだね。もっとかかると思った。いや、これ今僕が動かしてるやつは、うん、基本的に顔と上半身がちょっと動くかなぐらいなんですけど、あの足とか服とか、うん、装飾品にこだわり出すとキリがないです。あー、すげえなと思って。一応あの全身はあるんですよ。うん、へえ。あの今見えないですけど、うん、見えるようにしておきます。ああ、ありがとうございます。なるほど。今、うん、全身を動かしてるんですけど。全身を動かしてる。あの手と足はそんな動かないんです。もうあの横に動いた時に不自然にならない程度にしてるんですけど。なるほど。うんうん。これを動かそうとするともう鬼のような時間がかかる。いやー、そうだよね。え、これなんでさ、キャラクターにして実際に動かそうって思ったのはどうしてなの？あー、なんか結構前から配信した欲があって。あ、コーレミ自身が？あ、そうです。うんうんうん、あの絵描いたりするときに配信しながらやりたいなと思ったんですけど、うん、あー、なるほどね。僕あの世界で一番自分の顔が嫌いなんで顔を映すのだけはしたくないです。なるほどね、なるほどね。でも画面だけ映すのもちょっとなんか退屈だなと思ったんで、うんうんうん、で VTuber 見つけて、あ、これは俺も作れるぞってなってやってみるかって感じですね。へえ、面白い。世界で一番嫌い。もうほんと嫌いっす。そうか、まあでもそういう人にとってはものすごいあの魅力的な技術だよね、この技術は。そうなんですよ、いい時代になったなって。ね、確かに。でもなんか例えばなんていうの、ミラティブとか、こうもうすでにあるアバターを勝手に自分の顔とリンクして動かせるアプリとかもあるけど、やっぱ自分で描いたやつで動かしてみたいなってなったんだ。そうですね、やっぱ自分は絵が描けるので、うん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 、そこは活かしていきたいなと。いやー、すげーわ。なんかだって一から作るのすごい大変だけどさ、まあそこでできるしやってみよっかってやれるところが最高だね。やっぱ作るの楽しいじゃないですか、うんうんうん、あのプラモデル作るのと一緒って。あー、そういう感覚なんだ。できた時の達成感で生きてるところあります。あ、じゃあめっちゃ失敗もあったんだね。ありますよ。ほんと？なんかどうなるの？この今映ってるやつだと、うん、今黄緑なんですけど、はいはいはい、もともと違う衣装で線画とパーツ分けと全部終わらせた時点で、うん、これは違うってなって、うん、一回全部消してから顔に、大変。気に食わなかったの、それは。気に食わなかったですね。思ってた以上に気に食わなかったです。ああ、そうなんだ、それはすごいな。下書きまでは良かったし、うん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 、線画に持ってってからちょっとやばいぞってなって、へえ、でも色つけたらいけるはずだって思ったらダメでした。あら、なんとすごいね、それ妥協しなかったの偉いな。でも自分が使うものなんて。ねえ、そうだよね、お気に入りがいいよね。え、もう配信ってやってるの、すでに何回か。いやー、昨日休みだったんで、うん、ちょっとツイキャスの方でテストの、そうなんだ、はい、動くかどうかとか、ちゃんと画面映ってるかなみたいな。え、もう次やるときまた見に行くから教えてね。恥ずかしい。なんでだよ。
なんだろう、二次三次にいる人の名前って大体私が言ったらわかるのかな、木漏れ日は。なんとなくじゃない、わかると思います。へえー、すごいね。この人たちいいなって思った人が結構いる、いてさ、メモ取ってきたんだけど。はいはい。なんか、切り抜きでね、マイクラでさ、二人きりだねってやるくだりがある動画があったんだけど。マイモトさんと。あ、そうなんだ。本日もさ、舞本さんがさ、笑い方が豪快すぎてさ、もうめっちゃつられてさ、私夜中に爆笑してしまったんだけど。いや、舞本さんも面白いですよ。めっちゃ面白い、あの人。なんか、すごい爽やかな感じやけど、めっちゃ言うときバーって言うでしょ。はいはい。いや、キャラ立ってるな、この人と思って。この人も結構司会とかしてて、あ、うんうんうん、すごいいろんなとこで見るんで、うん、毎回見てます。確かに司会回すのすごい上手だなって思った。あ、おしゃべり上手よ。最近麻雀とか、ジャンタマってあったじゃん。はい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 。あれが結構2時3時内で流行ってて、へー、あれの大会とかやってました、うん、司会とか。すごいな。そうかそうかそうか。で、あとね、加賀見隼人さん。社長っす。社長のさ、すごくないですかっていう。なんだっけ、カニに乗る、なんかに。アークのやつね。そうそう、って乗って、そんで、ひまわりさんが、めっちゃ振ったりして、すげえおもろかった、あれ。みんなが必死にすごくないですかを言わせようとして、そう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 。それ僕が言われたらすごいとしか言えませんっていうくだりがめちゃくちゃおもろくて。いや、あの人も面白いですね。いや、面白い。なんかね、すごい喋り方からはすごい真面目なんだろうなっていうのと、でもなんかノリの良さも伝わるし。この動画ね、多分7、8回多分見た、絶対。そんな見た。ちょっとやっぱさっきの加賀美社長おもろかったの、もう一回見るかっつって、もう散々笑って、2、3日してまた見てみたいな。切り抜き短いんでちょうどいいんですよ。あ、そう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 。なんか面白いところだけ集めてくれてるからさ。そうなんですよ。めちゃくちゃおもろかったもん。あと、男性の声がいいライバーさんがすごい多かった印象で、ベルモンドさんと、あと、まゆずみさん。ああ、いい声ってなった。ベルモンドさんすごい。ベルモンドさんはめちゃめちゃいい声ですよ。あー、すごい。なんだろうね、あの安心感って思って。結構ダンディーな、イケメンで低音ボイスな感じやねんけど、なんだろうね、すごい優しい感じもするし。あー、確かになんか包容力というか。あー、そうそうそう、包容力、包容力。すごい。包み込んでくれる感じ。そう。いや、それはね、確かになんか3人組かなんかでゲームやってた実況を見たんだけど、なんかね、こんなのあるんだと思ってね。なんかベルモンドさんはかっこいいっす。ああ、かっこいい、かっこいい。 いろんな人いるわと思って。でもかと思えばさ、力一さんみたいな人もいるじゃん。ああ、力一さん最近なんか以心伝心みたいな感じで、うん、別々で一つの曲をパート分けして撮ってきて、で、当日合わせてみて、みんな全部歌えてるかどうかって企画があったんですけど、これの時の力一さんはめちゃめちゃ面白かった。あ、本当に。もうなんか企画聞いてるだけで絶対おもろいんだけどさ。これはぜひ見てほしい。あ、見る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 。絶対面白いじゃん、それ。じゃあ本番ということで。いきますか。はい。おお、いいんじゃない？結構、だいぶ良くなりましたね。うん、ね、払いが上手になった、すっごい。クズがだいぶマシになりました。ねえ、難しいね、ほんとこの字。お疲れ様でした。あ、よかったです。お疲れ様でした。お疲れ様でした。いやいやいや。本当はもっとあれ喋りたいこといっぱいあっただろうけど、どうでした今日喋ってみて。いや、ちゃこ先生が見てくれたの話してくれるじゃないですか、うん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 、あの時が一番楽しかった。共有するっていうのがすごいいいなと思って、身内ネタとかも結構多くて、うんうんうん、面白いのになんか伝えられないっていうのが。あー、なるほどね。いや、面白かったわ。いや、こちらこそ、ね、なんか話せてよかったです。あー、よかった。いや、そのキャラクターのね話もできたし、その VTuber 絡みで企
かせてもらったり、はい、あと今日教えてもらった動画をね、また早速見たいと思います。お願いします。はい、というわけで今日は、木漏れ日さんと独自本社 VTuber について喋りました。ありがとうございました。ありがとうございました。バイバーイ。